オランダに住んでいる時にあるオーディションを受けることがありまして、はい、でその時にそのオーディションの課題曲の中に、はい、シューベルトの曲が1曲入っていたんですね、はいはいはい、でそれを、それは多分3年ぐらい前の話なんですが、はい、私は長いことバロックの、はい、レパートリーを勉強してそういう演奏活動もしてきたんですが、はいはい、その時に本当にしばらくこういうレパートリーから遠ざかっていたなというふうに自覚しまして、でそれ以来こう特にコンサートの企画とかそういうのとは関係なく、はい、勉強を続けていたんですね、ロマンティックなレパートリーを、それで何かやりたいなとは数年間思っていたんですけども、はい、どういう形でだったら自分が本当にやりたい思う形でできるかなっていうのが、しばらく分からなくて、はい、探していたんですが、伴奏をしてくださる重岡さんっていう彼女は学生の頃からよく知ってるんです、はい、ほとんど同級生なんですね、はい、で彼女がフォルテピアノを学んでいて、はい、そして彼女の持っている楽器が1800年の時代のモデルだということを、はい、随分後になってから知ったんですね、はい、で、この楽器が非常によく生かされるレパートリーが何なんだろうかということを考えると、ウェートベンの若い頃あるいはハイドン、はい、そしてモーツァルトがいた時期と全く、はい、うまく噛み合うので、そういうプログラムをやってみたら面白いんじゃないかなというふうに、でその中でベートーベンというものが自分が勉強していく中で非常にこう自分にとっても大きい、存在になってきたし、彼のレパートリーをこう、なんというかしっかり勉強しているうちに、はいはい、ベートーベン自身、ベートーベンというキャラクター自体も自分にとってなんていうか親近感のあるものになってきたんです、はいはい、そしてそういう意味では今回の演奏会は第2回目になるんですが、そのウィーンの、はい、その楽器のため、そしてベートーベンと、はい、ハイドンとモーツァルトの曲を何というかより良い、形で演奏できることを目指したプログラムと演奏になっております、はい、それでベートーベンが生きたウィーンっていうタイトルにされたんですね。そうですね、そうなんです、はい、あ、そうですか。じゃあその、オペラの方は特に今回は歌曲に限るプログラムですか。お勉強の方はむしろそういう、まあ、私の勉強は大体教会音楽かリートという方向でして、あまりオペラのレパートリーは自分のキャリアとしてはしっかりやってはこなかったですね。です主に宗教音楽という感じで。あ、そうですか、はい、ということは芸大時代にはカンタタクラブなんかでもにも出入りしてらしたんですね。そうなんです、カンタタクラブで初めてそのドイツ語の宗教音楽というのを知ったんですね、はいはい、でそこからやっぱりドイツ語の歌曲というものにも興味というのが、はい、始まったきっかけでして、はいはい、で一番大きいこう経験というのはその当時バッハカンタタクラブの指揮と指導された小林道夫先生が、はい、ゲルハルト・ヒッシュという随分昔のバリトンの、はい、歌手と録音された冬の旅を聞いた時の衝撃がとても大きかったんです、はい、やっぱそうなんですか、はい、そういう大きな衝撃を与えたわけですか。そうですね、演奏機で泣いたのはほとんど初めてでしたね。それ冬の旅の、7曲目だったと思うんですけど、はい、はい、あ、そうですか。それがきっかけ、遠い意味でのきっかけといえばきっかけになります。いや、いろんな方とねこういうお話してるとね、やっぱり、はい、カンタータクラブなんていうのは本当に一粒の麦を、ああ、なるほど、カンタータ自体も本当にそうですね、大きな役割をしたんじゃないかというふうに見えてきますね、はいはい、そうですね。あ、そうです。でオランダにいらして現在はオランダに行ったことは、はい、ちょうど10年前になるんですけども、はい、バロックの勉強として、はい、一番盛んなところなんです、実はヨーロッパでは、はい、ドイツの方はむしろそのバロック のスタイルで演奏するってことにはまだ保守的なところがあるんですけども、
オランダっていう国はそういう面で、新しいものだったり馴染みのないものに非常に寛容力があるっていう感じでいるので、演奏することもあれば観客がそれを聞くということもスムーズに受け入れられたんですね、オランダは。あ、そうですか。そういう先駆者がたくさん いらした国でもありますし、僕の先生自身も2人ともオランダ人なんですが、はい、そのためにまずオランダに行って、長いことそのバロックと古楽というスタイルで その教科音楽をずっと長いこと勉強 したんですが、それでさっき言いましたそのオーディションということになった時に、はい、久しぶりにそういうレパートリーを本当に勉強し直さなきゃいけないなと思うようになりまして、3年ぐらい前です。ああそうですか。でそうですね、その何と言いますか、まあ、成果というか、あとは自分がそうですね、自分が今やりたいということを。ああそうですか。じゃあこれからしばらくまだオランダで。はい、オランダは、いつまで住むかはちょっとわからないところはありますが、このシリーズとしては日本で続けていけるように、はい、その今回一緒にやってますその重岡さんと、そしてその楽器と、はい、これができる演奏会のシリーズというのをあと何回か続けてやっていけたらいいなと思っております。ああそうですか。はい、じゃということはま、これからのあり方っていうのは大体オランダをベースにして、そうですね、日本での住む場所がどこかっていうのはちょっと不明なところがまだありますよね。演奏活ヨーロッパでの演奏活動の場所がちょっとオランダ国内よりもドイツに移ってきてるところがありまして、そうですか、いろんな関わりによってそうなんですけども、自分がやりたい演奏会、その企画から自分で考えて関わっていく演奏会をやるっていうのは、はいはい、日本でこの形で続けていこうと思っております。ああそうですか。はい、第1回第2回と、シリーズでやりましたこの演奏会の中から、はい、ベートーベンの曲だけを抽出して、はい、ベートーベンの初期の歌曲というものの CD を録音する予定でおります。あ、そうですか。はい、12月に録音しまして、で今度6月にリリースできるように、作業を進めるところです。向こうのオランダの会社ですか。小島録音さんから。小島さん、あ、はい、そうですか。はい、じゃあまもなく割とそうですね、6月の3日に今度はベートーベンの後期の歌曲のみの演奏会というのを予定してまして、その演奏会に合わせてリリースできるようにその CD を。じゃあまた皆さんにお知らせすることできますね。そうですね、できたら、はい。